それでは問題文を読み上げます。原尿中の物質 X の濃度を P ミリグラムマイミリリットル、尿中の物質 X の濃度を U ミリグラムマイミリリットルとする。また、1分間に生成される原尿量を G ミリリットル、1分間に生成される尿量を V ミリリットルとする。物質 X は1分間で何ミリグラム再吸収されるか。なんか一見すごく難しそうな問題に見えますね。こういう問題、腎臓の計算問題が出たときは、原尿の図と尿の図をこんなふうに描きます。尿の方がね、体積が、液体の体積が少なくなってるから、尿の方が少なく一応書いてあります。まあ本当はね、尿量って原尿量の、作られる速度って100分の1ぐらいだからね、本当はもっともっと少なくなきゃおかしいんだけど、こっちが原尿でこっちが尿。なんで尿の方がこんなふうに減ってるかっていうと、水が再吸収されてガクッとね、体積が減るからですね。もちろん水だけではなくて、さまざまなものが再吸収されていくわけです。じゃあいきなり問題解くのは難しいから、こんな赤いボールで話を始め、ちょっと例えてみよう。こんなふうに赤いボール1個の重さは 1mg、 1個の重さが 1mg のボールが原尿中には1、2、3、4、5個あった。だけど再吸収されて、水とか赤いボールが再吸収されて毛細血管に戻って、結局尿に含まれる赤いボールは1個、2個、2個になってしまったっていう場合を考えてみよう。では問題です。赤いボールは何ミリグラム再吸収されましたか？ね、もう答えが実はね、ここに書いてあるけど、はじめ1、2、3、4、5、5ミリグラムあった。原尿中には5ミリグラム含まれていた。だけど、再尿管とか集合管とか通っていく間に、原尿が通っていく間に、水とか赤いボールが再吸収されて、ね、毛細血管に戻っていってしまって、結局尿に含まれる量はたったこれだけだった。じゃあ赤いボールはどんだけ再吸収されましたかって。これ、まあ3ミリグラムだよね。みんな3ミリグラム再吸収されたってどうやって頭の中で考えたかっていうと、初め5個あった、5で再吸収されたら2個しかなくなっちゃった、2だから、5を引く2で3だっていうふうに計算したんだよね。これと同じことをやっていくんですね。実はさっきの問題も同じことをやるだけです。原尿中には何ミリグラム入ってたのかな、尿中には何ミリグラム入ってたのかな、その差分が再吸収量なんですね。それではまずは原尿中に物質 X がどんだけ入っているのかを見てみましょう。まず、原尿中の物質 X の濃度が P ミリグラムマイミリリットルで、1分間に作られる原尿の体積が G ミリリットル、ね、濃度と体積をかけて物質 X のミリグラム数が PG ミリグラムと出るわけだ。同様に1分間に作られる尿量が V ミリリットルで、尿中の物質 X の濃度が U だから、 UV ミリグラムの物質 X が尿中には入っているわけだ。それではもうおしまいですね。1分間で作られる原尿の中には物質 X は PG ミリグラム入ってる。で、1分間で作られる尿の中には物質 X は UV ミリグラムしか入ってない。どんだけ再吸収されちゃったのかな、どれだけなくなっちゃったのかなっていうと、PG-UV が今回の答えになるわけです。初めの方に見たことを思い出してね。原尿中に 5mg 入ってる。尿中に 2mg 入ってる。どんだけ再吸収されちゃったのかな？ 5-2 の 3mg だったよね。こう見たらやってること同じだよね。原尿の中には PG-mg 入ってた。尿の中には UV-mg 入ってた。どんだけ再吸収されたのかな？ PG-UV-mg ってやってるだけだからね。実際今回やった計算っていうのは、中学校でも勉強した溶液の濃度の計算と同じですよね。物質 X の濃度に溶液の体積をかけて物質 X のミリグラム数を出す。ただそれを2回個別にやっただけですね。ではお疲れ様でした。今回は難しい問題だったから文字を使って計算したけど、皆さんも文字が数字になっても解けるよね。原尿の絵を描いて、尿の絵を描いて、それぞれどんなものがどんだけ溶けてるのかなっていうのを計算して個別に求める。で、その差し引き分が再吸収量だっていうふうな計算問題です。腎臓のこういった計算問題、一見すごく難しそうに見えるけど、非常に簡単で得点源になるんで、ぜひね、復習してみてください。ご清聴ありがとうございました。